この90分どう振り返りますか？まあ、先に失点してしまったので、まあ、非常に最後の方が難しい戦いにはなりましたけれども、まあ、よく追いついてくれたと思いますし、まあ、チャンスがあってそこを決めきれる、まあ、最後のところもシュートを打ち切れなかったり、そこの思い切りさはまだまだ欲しいところはありますけれども、まあ、勝ち点1をポジティブに捉えたいと思います。前半と後半でまた違った展開になったと思いますが、前半も監督ももっとボールを動かせという指示もありましたが、その出しどころに関してはどう見ていましたか？出しどころというか、まあ、相手が硬いので守備に関しては人数が揃われてしまうと難しさを感じてたので、まあ、そこの辺をどう捉えるかというのは、まあ、ハーフタイムにも伝えましたし、あとは守備のところで蓋をしに行くところを、まあ、前半ちょっと、まあ、引けてたわけじゃなかったんですけど、まあ、そこをはっきりさせられなかったというのはすごく、まあ、自分の責任なので、そこを前半からできるように自分がしていかないといけないなと思いました。前節もその一本のアクションというところでしたが、ハーフタイムにはどういった指示を送ったんでしょうか？まあ、先ほども言ったように、守備のところで、相手の左サイド山中選手のところであったり森島選手のところはやっぱり走られる回数が多かったので、そういうところの考え方と、守備のところは攻撃のところはもっとシンプルさと、逆にこう相手を剥がすところとの使い分けをはっきりする。で、相手はまあ下のボールに強かったので、まあ、それの背後を狙おうという話はしてました。まあ、そういった中で、まあ、今日得点も決めましたが、前半から今日スタメンの小野瀬選手が果敢に攻めて、そしてチームにいい刺激を与えたのかなと思いますが、評価をお願いします。いや、もう本当に、まあ、いつもやってないポジションなんですけれども、まあ、幅を取りながら相手への守備のところもよくやってくれたと思いますし、何よりクオリティで奪った点だと思いますし、クロスの回数も多かったですし、まあ、最後足をつってしまってあれですけど、まあ、すごく、まあ、これから頼もしいというか、まあ、そういうのが見れた試合になりました。今後こういったところで次に向けて結果を出したい、実を結びたいというところで次に向けてもお願いします。でも本当に1対1を決めるところであったり、最後シュートを打ち切るところであったりっていうのは本当にこうもっともっとチャレンジしていいところだと思うので、まあ、熱くなってくる中でどういう戦いをするのかっていうのを頭入れながら、そういうゴール前、相手のゴール前、自分たちのゴール前っていうところをフォーカスしてやっていけたらなと思います。ありがとうございました。はい。